皆さんこんにちは。おしゃれ着物が着たい久美子です。今日はこの庵野もよこさん風の道行きでコーディネートを組んでいきたいと思います。こちらの色無地を使っていきたいなと思っています。帯なんですが、まあこれ椿庵さん半幅、まあかっこいいかな。これも私の手作り、ちょっとぼやけちゃう。ぱっと見これか、これですね。こっちの方がいいかな。これにしてみます。意外といいかな。あまりこれが使えてないのでこれ使ってみようかなと思います。最近仲間入りしたこれ。これ可愛くないですか。あ、なんか意外といいかも。ちょっと毒々しい感じがちょっといいかも。ポイントになりすぎかな。でもこれはメルカリです。メルカリでいつも私が購入してるガラス工芸作家さんのやつで850円でしたよ。なんかアリスみたいな、アリスのハートみたいな感じで可愛いなと思ってポイントが貯まったので買ってみました。ちょっとこれだとこれがガーリーすぎるかな。まさかピンク、こっちの方がいいかな。手持ちのこのレースを使ってみようかな。あのせっかく下駄があるので下駄もちょっとこっちの方がいいかな。これを履いてみます。これでこういう感じで一つの絵になってる感じでした。こういう半襟、これの方が大人っぽいかな。これにしてみます。はい、では本日も着ていきます。前回の購入動画にたくさんのコメントをありがとうございます。何人かの方から下駄についてコメントをいただきました。ありがとうございます。下駄のね、裏張りですね、貼ってみようかなと思ってます。家の中でですけど下駄を履いてて、やっぱりフローリングをちょっと移動すると滑りやすいんですよね。で、今は世の中硬いところとかコーティングされてる床とか多いじゃないですか。着付け講師の方の動画で下駄を愛用されてる方がいらっしゃって、その方も駅とかで何度も滑りそうになって本当に危ない思いをしたっていうことをおっしゃってたので、やっぱり裏張りを貼ろうかなと思って今 Amazon で靴底シートを注文してみました。せっかくなので自分で貼ってみようかなと思います。うまくいくかどうかはわからないですけど、そういうちょこちょこっとしたメンテナンスも自分でできるようになるとさらに着物を着るのが気軽ですよね。なので私が実験台として自分で裏張りを貼ってみたいと思います。楽しみにしてくださる方や見てみたいなと思ってくださる方はぜひチャンネル登録をお願いします。あと下駄の履き方もコツがいるみたいですね。二枚刃の下駄はすごく昔に温泉旅館とかで履いたことがあるぐらいなんですよね。それぐらいでした。なので YouTube 先生で下駄の履き方を教えてもらいましたよ。本当 YouTube ってすごいですよね。中途半端に前重心じゃなくて、もう思いっきりヒールを履いてるような感じで前重心にして履いてるとやっぱり歩きやすいかなっていう感じはありますね。日本の昔ながらの履物って、まあ、草履とか下駄とかですけど、足腰が丈夫じゃないとなかなか履きづらい履物ばっかりですよね。うちの子供が通った保育園ではミサトッコっていう畳表のような草履を推奨していたんですね。
で子供たちはみんなこれを履いて走り回るわけですよ。やっぱり足の指を小さい頃から使うことに慣れて鍛えておかないと、ちょっとしたことでつまずいたり踏ん張りが効かなくなるっていうふうに園の方では説明してました。足の指の可動域ってすごく大事ですよね。ヨガでも本当に足の指がしっかり使って踏ん張れないと難しいポーズとかもバランスが取れなかったりするので、すごく足の指の使い方は今私は意識しています。こうやって着物を着るようになって草履とか下駄を日常的に履くようになるので、すごくやっぱり着物生活ってすごくいいなって思います。はい、動画の中の私はお太鼓が結べましたね。でもやっぱりね、手先がちゃんと帯締めにかかってなくて落ちそうになってたんですね。なのでちょっと手直ししてます。はい、ではくるりんぱで回していきます。こういう正絹の着物とかだとまあまあ滑りがいいので回すときにそこまでストレスはないんですけど、これが紡ぎの着物になると本当にこのビニール袋がないと全然回らないんですよね。本当にこのねゴミ袋でくるりんぱはね画期的だと思います。すぐ真似ができますよね。ゴミ袋でくるりんぱは東京下町着物チャンネルの純子先生が詳しく解説してくださってますので、ぜひ純子先生のチャンネルを見てみてください。リンク先は概要欄に貼っておきます。このブルーのレース結構可愛くないですか？私的には気に入りました。はい、着物はこのような感じになりました。道行きを着てみました。どうですか？前回購入動画で紹介したバッグも持ってみました。色合い的にはまあ合ってるかなと思うんですけど、少し寂しいですかね。何かパールのアクセサリーとか、なんかパールっぽいものがつくと可愛いかな。あれですね、道行き着ちゃうと帯とか帯揚げとか帯留めとか全部隠れちゃうのでちょっと寂しい。羽織だとその辺は見えるので羽織の方がコーディネートしがいがある気がします。でもやっぱりこの道行きは可愛いな、お気に入りです。ちょっとね楽しかったので別の着物も着てみました。練り色の色無地ですね。これもこれで明るくなって可愛い。なんかこの道行きはおばあちゃんになっても可愛く着れそうな気がします。これは別の日ですね、金舎の着物を着たのでこれにもちょっと道行きを合わせてみました。半幅帯は割り角出しにしてみました。金舎の着物は滑らかでとても着やすいですね。私はすごく大好きです。ただ金舎の着物はこれ1枚しか持ってないので、実はまた新衛さんで買ってしまいました。そのうち届くのでまた購入動画あげます。なのでまた購入動画をご覧になりたい方はチャンネル登録をよろしくお願いしますね。本日の動画は以上になります。いつもたくさんのコメントありがとうございます。すごくコメント嬉しいです。コメント、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。